事特攻に始めていきましょう。今日はですね、特定のこう学科というわけじゃなくて、結構何人かをまとめて話をしようと思っています。タイトルは古典、正統、まあ、オーソドキシティというものなんですけれども、こういうふうなテーマで、話を進めていこうと思います。さて、この授業なんですけれども、マネから始まって、印象派、中心に来てましたよね。要するに、前衛、当時で言えば前衛なんでしょうね。要するに革新者側、革新的なものを、作ろうというふうな側を主に取り上げていたわけなんです。革新的というふうなことを言うためにはですね、実はその反対側というのを見ておかないとイメージがうまくつかめないことになります。つまり、例えばマネとかセザンヌとかを見てもですね、現代の我々から見たらどこがそんなに革新的なのかというのはよくわからないわけですよね。当時の人にとって革新的なわけですけれども、現代に至ってはもう慣れてしまっているという意味で、必ずしもその革新性っていうのをうまく理解できないっていうことが、しばしばあります。これはある人が言ってたんですけれども、 A というものを理解しようと思ったら A ではないもの、つまり非 A ですよね。 A ではない、 A にあらずということなんですが、非 A を理解することが思考計算に資する、つまり平たく言うと分かりやすいというふうなことを言った人がいます。例えば今、これまで勉強してきたその印象派というふうなものでも、印象派とは何かというふうなことを定義しようとしてもなかなか難しいわけですよね。印象派とはということで、一文でこうくれるようなものではないわけなんですよ。で、そうなった時にですけれども、じゃあ印象派が生まれてくる下地になったものですよね。つまり何かに対して不満を持ったから運動が起きたんだけれども、その反対側、不満の対象になっていた側というのを知る、つまり非 A ですよね、というのが分かりやすいわけなんです。今回取り上げている作家っていうのは、今の A ではない側というのをあえて取り上げようとしています。この授業全体、こうスケッチの模写を練習としては中心にしているんですけれども、今回に関してはですね、スケッチの技法としてはあまり役には立たないというふうに思います。役に立たないというよりも、むしろこれまでずっと学校でやらされてきたスタイルのものだというふうに思います。その辺のまとめは最後でもう一回するとして、 A ではないもの、非 A ですよね。としてどういうふうに、動きを捉えたらいいのかっていうことを、こう非常に大雑把に捉えてみたいと思います。前回バロックでしたけれども、バロックの前、ルネッサンスですよね。1400年、1500年代、クワトロチェント、チンクエチェントという言葉は覚えてほしいんですけれども、その後1600年以降ぐらいですね、大以降ぐらいっていうのがバロックという時代になります。ここで、前回のレンブラントをはじめとするいろいろなこう巨匠たちが現れるわけですよね。さて、その反対側ということになるわけなんですけれども、バロックという時代が、しばらく続いてですね、その後がロココという時代になります。美術史の中ではバロックとロココというのはそれほど様式的に厳密な区分があるというふうにはされていません。なんとなく変わったっていう感じです。で、その後なんですが、1800年代以降ぐらいですかね、新古典主義というふうな、くくりになります。
新古典主義ということは古典主義というのがあるように思えるんですけれども、この古典主義は結構曖昧なものです。このバロック、ロココのあたりなんですけれども、ここら辺のところで、曖昧にこうなんかそういうものがあったというふうなイメージなので、あまり古典主義と新古典主義の違いというのを説明してくれている資料はありません。さて、前回の授業でニコラ・プッサンという人をちょっと特別に取り上げていましたよね。バロックの、いわゆる巨匠たち、レンブラント、フェルメール、ルーベンス、ベラスケスのような人と同じ時代に生きていたんだけれども、少し動きが違うという画家として紹介しました。このプッサンという人がフランス絵画の大元だと認識しておいてください。プラス、このフランス絵画の大元というのが、いわゆる古典主義というふうなものになります。ある運動というよりは、この古典主義ですね、こう正統派としてこうじわじわとこう地盤を固めているというふうな感じですね。で、どんな人がいるのかということなんですが、プッサンは1600年を挟んでの人になるわけですが、その少し、後の方なんですけれども、下の段ですね、ダビッドという人と、それからアングルという人が代表的な画家として登場します。プッサンと同時代なんですけれども、ラトゥールという人もいる。ちょっとこの人も記憶に、留めておきましょう。左の方に書いてある、詐欺師というトランプ詐欺師ですかね、というふうなタイトルの絵ですけれども、しばしば目にするので、記憶に留めておいてください。そこから、ダビッド・アングルは100年近く後になるわけなんですけれども、ここら辺で、いわゆるフランスの正統派ですよね、っていうのが地盤を確立します。ここに挙げたサンプルとしての画像なんですけれども、どちらもナポレオンですよね。ダビッドが描いてある、アルプスの、峠を越えるナポレオンですけれども、中学校あたりの、世界史の教科書ですかね、には、しばしば登場するもので、美術というよりも歴史の教科書の中で見ている人も多いと思います。右の方、アングル。この人もナポレオンを描いていますよね。ちょっと時代背景も理解しておいた方がいいんですけれども、バロックの時代というのは、要は王様がいた時代です。ルイ何世とかというふうな王朝が続いていた時代になります。それが1789年、フランス革命というのが起きます。ここは年号とともに覚えておくと良いです。1、789ですからね。覚えやすいと思います。で、ここで、王侯貴族というか王様たちですよね。これが全部ギロチンで首を切られてしまいます。一気に上と下が逆転するわけですね。大混乱の時代になるんですけれども、いわゆる近代の幕開けというふうになります。さあ、この近代の幕開けなんですが、いきなり、王様たちの首を切ってしまったためにですね、大混乱に陥ってしまうわけなんです。そこで、この市民社会というのは簡単には根付かなかったんですよね。で、一度揺り戻しというのがあります。で、そこの中、ナポレオンという人が登場するわけですね。王の代わりに皇帝というふうになってしまうわけです。このナポレオンも失脚するんですけれども、ここら辺のあたりは、フランスの近代史ということになって、かなり複雑な、政治の、形態が変化するところになります。まあ、いずれにしても、このダビッド・アングルというのは、ナポレオン、つまりフランス革命の後ぐらい、ないしは挟んだのあたりっていうのが活躍の時期だよというのは、イメージしておくといいと思います。さて、絵画にちょっと話を移すんですけれども、先ほどのこの正統派というのと、それから、まあ、前衛派というか、アバンギャルドグループですよね。
この違いなんですけれども、いわゆる古典的な絵画というものと、それから、まあ、印象派に代表されるような反古典的なものというのが、こう絵画の技法的、絵画の考え方の違いとして、まあ、捉えることもできます。ただこれはその印象派に関してだけを言うのではなくて、その前から延々と続いているこう A 対 B なわけですよね。かなりアバウトなまとめ方になるんですけども、この A 対 B、ここでちょっと書いたんですけれども、線 vs 色というふうに、ものすごくアバウトですけれども、捉えると分かりやすいかなと思います。ちょっと線と色、どちら目の中にはあるぞということになるわけでは、分かりにくいかもしれないので、これは一般的な用語ではないんですけれども、私なりの、用語を提示するとしたら、括弧で書いてあるところなんですけれども、まあ、輪郭、つまり形態、形ですよね。それと、面というふうなものだと思います。なお分かりにくいかもしれないんですけれども、古典的な絵画の中ではですね、重視されるのは、形態なんですよ。正確な描写、輪郭、ラインなんですよね。で、それに対してなんですけれども、非 A ですね、つまり古典ではない側っていうのは、むしろ面的に世界を捉える、ビジュアルな世界を捉えるというふうな捉え方だと思ってくれればいいと思います。言い方を変えれば、色というふうなことにもなるかもしれないですね。形態はあるんですけれども、形態の輪郭というのは少し曖昧なものになります。印象派、ルノワールなどって、見てきたものをイメージすれば分かりやすいと思います。輪郭というのは、面の中で、面の色の中で、こう、曖昧になっていきますよね。ただ、ルノワールの場合は、そこで自己到着が起きて、一旦はラインの方に戻ろうというふうにもすると。で、最終的には元の面的な方に戻るというふうな、行ったり来たりがあったりする。結構この線対色、ないしは面というのは、基本的な考え方の違いということになるわけですよね。特に言われるのは、このアングルと、それからドラクロワの対立と言われています。さて、今回の中心は、このアングルという人なんですけれども、A 自体はかなり有名なものが多いので、知っている人も多いと思います。この綴り、名前の綴りですよね。これはちょっと気をつけておきましょう。イングレスではないです。フランス語なので、フランス人でフランス語なので、アングルというふうに言います。A ではないので、I ですので、覚えておいてください。活躍時期は1800年代前半ですね。1800を挟んでということになります。1789がフランス革命でしたから、その後ですね、に出てきた人ということになります。ですから、フランス革命後の混乱期の、政治権力を握ったナポレオンというのが、いっぱい登場することになるわけですよね。さて、どんな絵を描いてきたのかっていうのをちょっと、クイックに見てみたいと思います。これはちょっとまとめなんですけれども、アングルというのは19世紀フランス、1800年代ですね。の、まあこれもイメージとして持っておいた方がいいと思うんですが、超絶技巧の画家です。新古典主義の巨匠で、ドラクロワのロマン主義がその反対側、対立軸になります。圧倒的な技術力に関しては、ほぼ神の世界、神の域という感じです。音楽で言うと、そうですね。まあ、彼も書いているんですけど、パガニーニとかリストみたいなもんですね。ですけれども、写実的に当然見えるんですけれども、かなりのデフォルメを加えていると言われています。
つまり単純なリアリズムではないんですよね。当時の正統派の画家の代表なんですけれども、印象派にも影響を及ぼしたと言われます。では簡単に見ていきましょう。浴女というふうになっています。まあ、申し分のないリアリスティックな画面ですよね。この絵は知っている人も多いと思いますが、グランオダリスクというふうなタイトルがついている絵になります。しばしば言われることなんですけれども、アングル、非常にリアルな絵を描くわけなんですけれども、その通りに描いているわけではなくて、自分がこう欲しいプロポーションにもうモチーフを変えて変更してしまうっていうふうによく言われます。例えばこの場合なんですけれども、これは当時から言われていたようなんですけれども、この女の人の背中、異様に長いですね。こういう人間は存在しないはずです。自分がこう欲しいプロポーションっていうのを手に入れるために、人間の体も変更してしまうと。リアル。だけどリアルではない。というところになります。これも非常に有名な絵になりますよね。泉。で、このポーズというのも、特徴的なものなので、覚えておいた方がいいと思います。奴隷のいるオダリスク。先ほど色という対立軸に色というのを出したんですけれども、必ずしも線を重視している人に色がないというわけではないです。この絵に見るように色というのは非常に華やかに使われているんですけれども、色に対する考え方が違うわけですよね。ですからちょっと色っていうのを面に言い換えたわけなんですけれども、ターキッシュバスと言われている、これも非常に有名な絵になります。右の方なんですけれども、実はこれはスケッチなんですね。手前に、右の一番、手前にいる女の人なんですけれども、手のポーズなんですけれども、下げているの、それから上に上げているもの、いろいろこう、実際にトライをしていたみたいなんです。トライアンドエラーをしていたみたいなんですよね。ですので、右下の、スケッチの部分なんですけれども、その前段階ということになります。さて、問題のスケッチなんですけれども、先ほど最初にも言ったんですけれども、この描き方というのは、これまでやってきたものと正反対、逆側にあるものになります。これは現実的なこうテクニックとして役に立つかと言われれば、私はちょっと疑問に思います。ただし、このスケッチの仕方、いわゆるデッサンですよね。これは例えば大学入試の、デッサンのやり方であるとか、要はフランスの古典的なやり方ということになります。アカデミーのやり方ですね。右の方に完成したファイナルのものをですね、ちょっと、置いて比較できるものはしたいと思います。左の方スケッチなんですが、黒のクレヨンということになっています。細部についていろいろな検討を加えているっていうのが分かりますよね。単にこの場合、構図だけを決めているのではないわけですね。先ほど見た浴女というものなんですけれども、ラインというのを重視している、色がないわけではないが、ラインというのを重視しているっていうのを左のスケッチから非常によく読み取れますよね。人体の輪郭線というものを正確に取る。いや、この場合の正確はリアリスティックに正確なというのはありますけれども、もう一つは彼が考える理想的なこうプロポーションですね。これを手に入れたい。というところが、明確に読み取れると思います。もちろん色もあるし面もあるわけですよね。肩のところのハイライトの部分とか非常に
リアルに書かれているわけなんですが、ポイントはそこにはないということになります。この絵に関してもそうなんですけれども、まあ、ちょっと人物違っているように見えますけれども、いろいろ検討している途中、初期段階のものがまあ左側のスケッチだというふうに理解してもらえばいいかなと思います。非常にこう、今の美術大学でやらされているようなトレーニングだっていうのは感じませんかね。つまり我々、例えば、いわゆる絵描きになるためのトレーニングとしてこうマニュアル化されているものっていうのは、実はこのフランスのこの正統派アカデミーの産物なわけですよね。さて、先ほどちらっと言った超絶技巧になるわけですが、バイオリニストのパガニーニです。バイオリニストとしても超絶技巧なわけですよね。当時から有名だったわけですけれども、スケッチの方も超絶技巧ですね。奴隷塗りオダリスクのための修作。初期段階ではやはりかなりラフに描いているのもあります。にしてもこう輪郭っていうのはこう正確に捉えようっていう、つまり形を正確にこう画面の中に置こうとしているこうポリシーっていうのは読み取れるかなと思います。さて、アングルに関してはちょっとここまでなんですけれども、もう一つおまけで付け加えたいと思います。こういうふうなフランスの絵画という正統派の絵画ですね、っていうのは、今、日本の美術大学の話をしたんですけれども、ある時、ある人を通じて日本に輸入されてきたわけなんです。で、それが今の美術大学のトレーニングになってるわけですよね。トレーニングメニューになってるわけです。さて、そこで面白いことがあるんですけれども、ちょっとここタイトルで書いたんですが、フランス絵画を学んだ日本人と学ばずに描いた日本人というふうなサブテーマを挙げています。さあ、どういうことなのでしょうか。高橋由一という日本人なんですけれども、これ名前を覚えておいてください。1828年から94年、1868年が明治維新ですから、明治維新の時には40歳ですね。必ずしも若くはないですね。江戸時代の末期というふうにもう言った方がいいと思うんですけれども、に生まれた人です。で、初めて油絵を描いた人というふうに言われているんですが、ちょっとこの初めてはクッションをつけていきましょう。初めてはいずれにしたところでそうではないという批判はあるので、まあ、初期の頃ということですね。で、もともと絵描きではあったんです。ただ、油絵ではなく、狩野派の日本画家だったわけですね。ところがなんですが、ある日見た、まあ、ヨーロッパからこう入ってきた絵ですよね。鎖国はしてたんですけれども、ヨーロッパの資料というのは時々は入ってきているわけです。それに衝撃を受けて西洋画に転向します。こういうものを描きたいというふうなことで、日本画を捨ててしまうんですよね。でも鎖国されている時代、江戸時代の末期というのも鎖国の時代ですね。ということで留学するわけにはいきません。で、教えてもらって油絵の描き方も知らないわけですから、誰かに教えてもらわないといけないですよね。で、教えてもらったのは横浜に住んでいるヨーロッパ人の、人だったんですけれども、この人はいわゆる画家ではなくて、日用画家みたいな人だったようです。ただ、かなりの腕であったようだとされています。ただ、いずれにしても、この高橋という人なんですけれども、いわゆる正統派の西洋画の教育というのは受けていないわけなんです。トレーニングを受けたのは狩野派のトレーニングを受けているわけです。日本画家のトレーニングを受けているわけです。で、その後はこう自分でのトライアンドエラーとなるわけですね。一度もヨーロッパには行っていないです。それから、ね、ヨーロッパの巨匠たちが日本へ来て教えるという機会はありません。つまり、日本流の油絵ということになります。では、日本流の油絵だったんですが、どういう絵だったかということが非常に興味があるところになります。
いくつかあるんですが、代表作を2つ出しました。左の方が、まあ、花魁というタイトルがついていますけれども、それから右の方ですね、鮭というふうになっています。どちらも写実的なわけなんですけれども、先ほどのアングルで見たような、まあ、ないしはダビッドで見たような写実というものとはちょっと違う感じがしますよね。この鮭なんですが、非常にリアルに描かれているんですけれども、どこかこの時代のヨーロッパで評価されていたものとは違う匂いがしますよね。ちなみになんですけれども、この鮭というのは非常に縦長のこう、ね、絵のプロポーションをしているわけなんですけれども、素材はね、板に描いてるようなんですけれどもね、どうしてこういう縦長のものを描いたかというと、これをこう、飾っておくのにですね、床の間ですよね、床の間のところに飾っておくとしたときに、いわゆる西洋画みたいな、そう、横長とか正方形に近いようなものっていうのは、飾りにくいだろうと。ね、掛け軸じゃないんですけれども、やっぱ縦長が自然なんじゃない？というところで、こういう、プロポ、あの、絵の、あの縦横比率にしたというふうな、コメントが残っているようです。つまりいかにも日本人ですよね。西洋絵画というのをイメージしているわけではないわけなんです。さあ、ですが、非常にこう個性的なこう油絵になってますよね。さあ、これが独学で学んだ、まあ、ある種独学で学んだ油絵という、日本人の油絵ということになります。それに対してなんですけれども、その正反対になるんですが、黒田清輝という人がいます。生まれたのは1866年ですから、明治維新の直前ですね、に生まれて大正期まで活躍した、まあ、誰もが知っている人だと思います。で、この黒田清輝という人なんですけれども、まあ、明治時代の、偉い洋画家ということになるわけですけれども、フランスにまあ留学をするわけなんです。ところが、もともとこの留学する目的は絵を勉強しに行ったわけではなくて、法律家になるためなんですよね。まあ、家は官僚の家なんですよ。なので、まあ、当時フランスへ留学するというのは相当お金持ちじゃないとダメでしょうけれども、その官僚がその法律の勉強をするためということなんですね。日本で絵は習っていたようなんですけれども、これは趣味のレベルだったようです。もちろん才能は非常にあった人のようなんですけれども、今いろいろと人間関係、フランスでありましてですね、結局法律の勉強をやめてしまうんですね。そして、絵画にこう方向を大きく変えてしまいます。画家になろうというふうなことで法律の勉強を放棄しちゃうんですよね。10年近く、フランスに、滞在して、まあ、実際こう先生について習ったようなんです。まあ古典派の先生ですね。で、この黒田清輝という人なんですけれども、作品も有名なんですけれども、それ以外に大学教授であったりとかですね、それから、まあ、貴族院議員ということで政治家であったり、それから、まあ、いろいろ行政職だとか、明治時代の、まあ、大ボスなんですね。ただ奇妙なことになんですけれども、10年間留学していて、この時期なんですが、この明治維新を挟んだ頃の時期ですよね。ごめんなさい。明治維新を挟んだというか、その後ですね。明治20年ぐらいなんですかね。モネやドガというふうな印象派の人たちも、フランス、パリでは有名だったわけなんですよ。で、この人たちにこう習うこともできたんですけれども、それはしなかったんですよね。で、ずっと、それよりはあまり有名ではない古典主義の先生にずっとついていたということになるんです。これは、機会がなかったというよりも、この黒田清輝の考え方自体に、由来するようです。この黒田という人にとっての西洋絵画なんですけれども、これは
抽象的な思想を表現するものであったと言われています。で、これを輸入することが、まあ、彼の、目的というか使命みたいに思っていたんですよね。でも結局これは挫折することになります。さあ、ちょっとどんな絵か思い出していきましょう。読書、まあ、留学中の絵ですかね。非常に、うまい絵なんですけれども、まあ、ある種古典的ということになりますね。さっきの高橋の絵と比較してみてほしいんですけれども、これ日本に帰ってきてからだと思いますけれども、京都にしばらく、遊んでいて、その時の舞妓を描いたというふうに言われているものです。これは非常に有名な絵ですよね。湖畔というふうなタイトルがついていますけれども、黒田の奥さんを描いたというふうに言われていますが、前々から思っているんですが、非常に奇妙にこの絵は私は感じます。まあ、浴衣を着てということになるんですけれども、顔がなんかギリシャ彫刻みたいですよね。ちょっとこんな日本人はいないんじゃないですかね。似てる似てないとかの問題じゃなくて、で、そのリアルじゃないということではなくて、もともと持っているモデルが違う、モデルというのはイメージが違うんじゃないか、人物に対するイメージが違うんじゃないかっていうふうに思います。先ほどのアングルのこう変形していく、自分が望むプロポーションに人体を変えていく。黒田の方も自分のイメージの方に顔を変えてしまってるんじゃないかというふうなことで、ひどく私昔から奇妙にこの絵を感じています。それから、この、まあ、3つワンセットなんですけれども、タイトルが地、間、情というふうになっています。で、先ほどこう説明していたことに関して言えば、この絵はそのものになってくるんですけれども、黒田清輝にとってですね、西洋絵画の本質っていうのはリアルとかリアルでないとかそういう話ではなくて、ある種形而上学的な、まあ、概念ですよね。これをビジュアルに表現するというふうな理知的なものなわけです。うまいとか下手とかそういう話ではないんですよね。抽象概念をビジュアルな形で表現する。ここで言うと、その地とか間とか情とか、まあ、それがどうしてこういうふうな人物像になっているのかは、まあ、考えてもらえばいいんですけれども、まあ、要するに彼が本当にしたかったのはこちら側のラインになるんです。ところが最終的にはそれは日本には定着しないし、黒田自身も諦めてしまうわけですよね。さて、最後になりますが、スケッチというのを見ていこうと思います。たくさんあるんですけれども、先ほど言っていたような、いわゆる構想画というんですけれども、何かしらのこう、ビジュアルメッセージを込めたいというところで描かれた絵というのを、あえて選んでみました。昔語りというふうなものになりますが、たくさんというかですね、ある程度こう人がたくさんいて、いろいろとこう、なんていうか、コミュニケーションを取っているっていうふうなところですよね。まあ、彼はこういうふうな群像の中で、ある種の観念みたいなもんですよね。これを入れたかったということになります。右下の絵なんですけれども、これは完成ではなくて、途中段階のもののようです。で、左の白黒のが、完成のようなんですけれども、消失というふうに書いてあるんですけれども、現在には存在、現在存在、燃えてなくなっているものになります。で、スケッチなんですけれども、その中の、スタディスケッチということになります。さあ、この辺を見てどういうふうに感じるでしょうか。フランスの古典主義というのはやはり持ち帰った人の絵だなっていうふうなのは感じるんじゃないですかね。もちろんこの黒田っていう人は美術的な才能もすごくある人なわけなんですけれども、
あえて印象派にはならなかったというのが、ビジュアルなところからもよくわかりますよね。このスケッチはそうは簡単には描けるものではないと思います。かなり、習熟度が高くて時間がかかるものになると思います。そうですね。いわゆる洋画家の人が何時間も描けるっていうふうな感じのデッサンになります。これはもうスケッチとはちょっと言わないと思います。はい。ということで、今回、終了ということになります。アングル、黒田清輝、フランス古典絵画を代表するもの、代表するっていうか、の例として出しました。ポイントは、前半にやった印象派の人たちと反対側にいる、技巧的にも反対側にあるものだということで、ちょっと映してですね、勉強してみましょうというのが今回の目的になります。では、これで、終了ということにしましょう。